ジェットはね、ブリンクを起動した直後の、この待機時間が12秒から7秒ぐらいに減った。ボタンを押してから、このブリンクが起動するまでのための時間が0.75秒から1秒に変わったって書いてある。この起動時間ね。が増えちゃった。で、クラウドバースト、これ。目は4.5秒から2.5秒に持続時間が減っちゃったっていう、純粋に。アップドラフト、これが1個しかない。アストラはね、これね、ノバパルス。これが、 起動時間が短くなって1.25秒から1秒になった。で、この気をグラビティウェル、起動時間が0.6秒ぐらいだったのが1.25秒とかになっちゃった。っほら、ちょっと長くなっちゃった。起動の予備動作が。で、気を時間が、えー、2.75秒から2秒になった。だから、効果時間も減ったと。感じだね。この壁を挟んだときに。 聞こえる音が、えー、っと、聞こえづらくなるっていう感じだったんだけど、全くもって完全に聞こえないっていうような仕様に変わった。完全に音を遮断する。弱めるじゃなくて完全に遮断するっていう仕様になった。バイパーはウルトポイントが上がったよとか。あ、相場結構変わったよ。リコンボルトのスキャンが3回から2回に減りました。 うん、<laughs> これは結構衝撃だよねメンもねなんかね変わったっぽいな発動時の移動状態による速度の変化を消去移動しながらパラノイアを撃った時に生じる感性の法則みたいなものが、えー、完全に消去されたらしい結構はねまずウィングマンの HP が100から80に減りましたまあこれ妥当かなと思いますでモッシュピットこれダメージ入るようになりました待機中にほら 1>, 1秒間で10のダメージが入るようになりました。で、スラッシュ、なんか効果範囲が見やすくなりましたと。うん。爆発した時の効果範囲がちょっと見やすくなりましたよ。アニメーションが変わったおかげで。フェイドは、これ使ってから構え直すまでの時間がすごく遅くなったらしい。<laughs> ちょっと遅いよね。 た多分こうやって自分でこう回しながらこうやって出て打ち合うみたいなのがすごくやりづらくなったんだと思うあとブリーチかこれが3回のインパクトから2回のインパクトに減少したのかなほら3回あったのが2回になっちゃったその代わりダメージが増えたんだよね普段なら敵にダメージが60入るところからえーと80に増えたあとはウルトポイントがちょっと必要なのが増えた8から9だってまあ強いからね まだどうかなと思います全体的にアルティメットは調整されて広範囲に影響を与えるタイプのアルティメットはだいたいみんなポイントが増えてる今回は。 スカイは、えっ、ー、と、このフラッシュね、ガイディングライトが、最大持続時間が2.5秒から多分2秒ぐらいに変わった。だから飛ぶ距離が短くなりましたよっていう。で、トレイルブレイザー、HP が100から80に変わりました。壊しやすいよーっていう感じ。他はあんま変わってない。シーカーは必要なアルティメットポイントが7から8に変わって、HP が多分150から120ぐらいまで減った。